なぞなぞがある絵本。物語というと構えてしまう子供でも、自分の日常生活の関わりがお話に出てくると、すっと物語に溶け込むことができることがあります。例えば、話の中になぞなぞのようなクイズ的なことが含まれていると、そのお話もそのなぞなぞも解き明かしたいという気持ちで、その物語を楽しみます。物語へ入り込む要素は、別の角度からのものであってもいいのです。 大人で言えば推理ドラマを見ているようなものです。犯人は誰だ動機は何だといった具合に、テレビの前で2時間過ごしてしまいます。絵本の中の謎謎ばかりではなく、話の内容そのものが、子供たちにとっては謎謎になることがあります。読み聞かせをしているとき、聞こえない程度に疑問を投げてくるのならまだしも、会場のみんなに聞こえるような声で問いかけてくることがあります。 その問いかけに答えるべきか、無視するべきかは、話し手が瞬時に判断しなければなりません。その問いかけが来て、子供とキャッチボールができるかどうかは、非常に経験がものを言います。その子の疑問は、その時本当に聞きたかったことなら、答えてやらないと、無視されたと思うかもしれません。物語に入り込んで、思わず出た言葉なら、 答えなくても絵本ライブの良さがそこに出ていると言えます。何もそれは答えを聞いているのではないのです。答えても答えなくても絵本の読み聞かせは良い,い方向に展開します。むしろ答えず、ま、で答える方が、臨場感を生みます。子供たちの質問には、その場で答えるか、読み聞かせを終えた後で答えるかは、絵本のストーリーの腰を折るかどうかで判断します。 話から脱線するようなら後で答えます。最初にそのことを伝えておくと、何度も質問をされなくて済みます。読み聞かせのストーリーの一環となるなら、その場で答えます。この場合、話し手の人生経験が関係してきます。どれだけ、多くの答えを用意できているかによって、客席とキャッチボールできるかが違ってくるからです。今一度思い出してください。 読み聞かせの大きな三本柱は、聞きて、話して、絵本です。話しても大きな柱になる要素なのです。ただ、絵本の内容を代弁する要素なら、大きな柱にはなり得ないのです。